皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、正の数と負の数の19回目、今回は数の集合と子息についてお話します。数の範囲や条件を決めたとき、それに合う数の集まり、これを集合と言います。ここでは教科書によく出てくる数の集合を表にしてみました。まあ図ですね、表というよりは。まず分数で表せる数、これが大きな外側の四角になっていて、その中には整数の集合があって、さらに整数の集合の中に自然数の集合、これが入っています。自然数というのは正の整数のこと、順番を表せる数、ね、こんな言い方もできましたね。他にじゃあどんな集合、ね、ここに書いていないものでどんな集合があるかというと、5の倍数の集合とか、数全部の集合とかね、分数で表せない数の集合なんてのもあります。今回はここの図、これをもとにして子息、足し算、引き算、掛け算、割り算、これを考えていきます。上の図の数の集合と子息を考えます。同じ集合の種類の中で常に計算ができるものとできないもの、これを見分けましょう。こんなふうになっていますね。ここに表があって、この通りは自然数、整数、分数で表せる数と、こうなっています。横には加法、減法、乗法、除法、ね、足し算、引き算、掛け算、割り算、こう書いてありますね。これどうするかというと、まず自然数と加法、これは自然数足す自然数をやったとき、答えが必ず自然数になるかどうか、なるんだったら丸をつけて、ならないんだったら×をつけると、こういう表なんですね。減法、引き算も同じです。自然数と自然数の引き算、これをやったとき必ず答えが自然数になるかどうかと。乗法、掛け算も同じです。乗法、割り算も同じです、ね、その数の中で全てが計算できるかと、できたら丸、できなかったら×をつける、こういう表になっています。ではやってみます。自然数同士の加法、自然数と自然数を足して答え自然数になるかどうか。3足す6は9と、9足す5は14と、必ず加法、足し算では答え自然数になりますね。減法はどうでしょう。9引くには7なりそうなんですけれど、ではこういう場合はどうでしょう、ね、1引く6、これってマイナス5、負の数になっちゃいますよね。負の数は自然数じゃないんですね。整数だけど自然数じゃない。だから減法では自然数同士でやった場合、必ず自然数になるとは限らないんですね。乗法、掛け算は3412、九九八十一、10×10は100と、乗法は自然数同士でやった場合、答えは必ず自然数になります。乗法、割り算はどうでしょう。10÷2は5なりそうなんですけれど、じゃあ2÷3はとやった場合、答え3分の2、分数になっちゃいますよね。このように分数とか小数になる場合があるので、乗法、割り算の場合は自然数同士、必ず答えが自然数になるとは限らないと、ね、丸×丸×と、こんな具合になりました。では整数で考えましょう。整数同士の加法、足し算、これは必ず整数になるので、ここは丸です。減法、引き算はどうでしょう。引き算は別にね、正の数でも負の数でもいいんですね。どちらかの整数になるので、減法はこれ丸と。乗法、これも
ね、掛け算、正の数と負の数、負の数同士または正の数同士でやっても必ず整数になるので、これは丸。乗法、割り算はどうでしょう。割り算は先ほどやったように分数になったり、2÷5だったら 0.4 というような小数、もちろんこれ5分の2と分数で表せますけどね、このようになる場合なので、乗法は必ず整数になるというわけではないんですね。ですから整数のところは加法は丸、減法は丸、乗法丸、乗法割り算だけ必ず整数になるとは限らない、こんな表になりますね。では分数で表せる数、加法、ね、分数と分数の場合、これって通分すればいいんですよね。答えは分数になります、また答えが整数になった場合でも、整数って分数に表せるので、これ分数で表せる数ということで、ここ丸ですね。減法、引き算も同じです。通分したりねして計算できるので、ここも丸と。乗法、分数と整数の掛け算とか、分数と分数の掛け算って答えは必ず分数になったり、または約分して整数になったりします。ですからここの部分も丸と。乗法、割り算、分数の割り算とかは逆数を使って掛け算に直して計算しました。ですから必ず分数で表せる数になるということで丸と。分数で表せる数は加法、減法、乗法、除法、いずれも答えは分数で表せる数になると、こんな風になるんですね。今回は数の集合と四則についてお話ししました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。